地祭りにあげてくれるわ。これが僕の本気です。ちょっぴり本気出しますよ。はやはや退場か。みなぎってきちゃいました。伸びませんかね。少しは神々しくなったかな。
まだこれからだ。俺様の時代が来たな。
れになれ。砕けなさい。惜しくなったかな。チャージ。まだまだ未熟ですね。もっと強くなってみせる。やめなさい。どうかしら。まだ足りません。どうしようかぜ。腕が太くならないかしら。誇らしい勝利です。まさに最強ですわ。これで最後だ。ゼア！ようやく船底は制圧したか。二人とも大丈夫だった？素晴らしい戦いっぷりであったぞ。助かりましたわ。なんとお礼を申し上げていいのか。僕の名前はハミル。ヒスパニアの反乱軍の首領だ。そして彼女はタルト。さっき名乗った通りバールの女神様だ。それからここにいるのは。今なんておっしゃいましたの？ヒスパニアの反乱軍、ハミル。じゃああなたはひょっとしてバルカ家のハミルカル様ですの？よく知ってるね。でも次から呼ぶときはハミルでいいわ。こんなところで会えるなんて。お嬢様、手間が省けましたね。ほんとよかったですわ。怪我の功名ってやつですわね。なんだよ、ハミルばっかモテやがって。すっかり有名人だな。ハミル様、エリッサと申します。連れの者はダフニス。共にカルトハダシより参りました。カルトハダシのエリッサ、どこかで聞いたような。確かもしかしてハンノ総督のご息女では？はい、実は私ハミルカル様にお話がありますの。私の父が。タルト様、ハミル様、甲板から応援要請です。一足先に行っておりますぞ。では。上にも仲間がいるのですか？ちょうど今甲板でも暴れているのですよ。うん、ぼやぼやしている暇はない。この機に乗じて一気に船を制圧せねば。わかった、急ごう。君たちも落ち着いたら来てほしい。先に行ってる。待てよハミル、俺を置いてくなよ。ハ
ミル様って優しそうだけど凛々しくて本当に良さそうな人ですね。まあそれは認めるわ。良い夫になりそうな人ね。でもあなたもそのなかなか悪くないわよ。ん？お嬢様？グズグズしてないで行きますわよ。待たせた。みんな大丈夫だった？来てくれたんだ。おお心強いな。ちょっと船酔いで調子悪かったんだ。助かる。そういやディオン、お前は船酔いの方大丈夫なのか？え？思い出しちまったじゃねえか。可愛い女の子みたいな男の子を見てすっかり忘れてたのによ。なんだそれ。エリッサと申します。お手伝いさせてください。ダフニスです。僕も参加します。ヒスパニアの皆さんにカルト裸足の男が軟弱でないことをお見せします。わあ、綺麗なお姉ちゃんが二人も来てくれたよ。いや待て、男って言わなかったか？うちの聞き間違いか？はい、男の子ですよ。いや、ダフニス。なあ、タルト、女らしさってどうやったら手に入るんだろうな。私が聞きたいくらいだ。酒樽について、この樽の中には爆裂竜殺しと呼ばれる火種が入っています。衝撃を与えると爆発して周りにダメージを与えますので注意してください。特に宝箱を巻き込んでしまうと中身が壊れて入手ができなくなります。酒樽を攻撃する際は周りを確認してから行うことをお勧めします。島釣りにあげてくれるわ。ここへよ。
リス、成長したよ。守り構え。まだまだ未熟ですね。
その程度。まだまだ未熟ですね。ぬらい！メガミン！オシは神々しくなったかな。ならないかしら。痛いですわね。どうやらしくじったようだね。腕が太くならないかしら。伸びよ。全てを切り裂け。ぶっ飛ばしますわよ。Bodies.
守りたまえ。これまでです。まだまだ未熟ですね。
くなってみせる。正義は無力ですわ。カミロお兄ちゃん、カリス成長したよ。覚悟しろ、キアラ。